シール会社の皆さんこんにちはえ今日はえ新しいシールトレーサビリティシールというものをご紹介いたしますえ今スーパーの店頭ではビニールの袋の中に人参とかじゃがいもだとか、えー、玉ねぎが入ってありますそこに、えー、単価を示すバーコードがありますが最近はそこに QR コードが付くケースが増えてきました ただし今ついている QR コードは誰々様がが作っったよというそのの人プロフィールが載っているわけです私はそれも結構だと思いますが実はもっと大事なのはどんな畑でどんな肥料をどんな種に育てているかそれをどう流通しているかということのトレサビリティがこう書かれたような えー、ホームページもしくは動画が出てくることが大事かなと考えてこのような、えー、大きさは、えー、いろいろできると思いますデザインもいろいろできると思いますが、えー、この QR コードは普通の QR コードと違って、えー、複数、えー、ウェブやフェイスブックや動画が出てきますですからトレーサビリティだけではなくて料理のレシピもそこにつけることができます。 私たちは今その料理のレシピをいろんな種類で準備をしておりますのでシールを販売する時にシールをシールと売るのではなくてこの QR コードとは形が同じですけど中身がいつでも変えられる何回でも変えられるそれから複数出てくるこの QRG コードと それから中身のコンテンテツを一緒にししてて販売していいいたただくととありがたいと思います今回はシール会社様にこの情報を渡してますが実はシールの加工ができない人たちでも受注することができて信頼できるシール会社さんに印刷をお願いすると、まあ、そんな新しい商品のトレサビリティシールこのようなものを ご紹介いたしました。